こんにちは。東京都八王子市で浮気調査ができる探偵事務所を探していますかこの動画では東京都八王子市の浮気調査ができる探偵事務所の選び方についてお話をしています。浮気調査ができる探偵事務所の選び方、ポイントはこの3つです。1つが料金が明瞭であること。2つ目が対応が親切であること。3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。 一つずつ説明をしていきます。まず料金が明瞭ということですが、今、探偵事務所では主に3つのパターンで料金設定をしていることが多いです。一つが時間料金型。これは調査期間が数時間や数日間で終わる。つまり、調査対象者である配偶者の行動パターンが分かっているという方におすすめです。二つ目がパック型。 これは調査期間が長期間に及ぶ。つまり、配偶者の行動パターンがいまいちわからないという方におすすめです。三つ目が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切ということですが、この場合の親切というのは、こちらの話をよく聞いて、情報を多く仕入れようとしてくれる。そういった探偵事務所を親切と言います。 自宅に近いエリアにあるということですが、自宅から遠い探偵事務所に依頼をすると、いろんな費用がかかってきます。よくあるトラブルをご紹介します。料金が明瞭でない探偵事務所に依頼をすると、追加料金が次々とかかることがあります。例えば、浮気証拠の写真代いくらというふうにかかってきます。成功報酬型についてですが、この成功報酬型というのは、 もし浮気証拠の写真が撮れないときには、代金をいただきません、というようなことを謳っているものです。これ一見いいように思えるんですが、探偵事務所もボランティアでやっているわけではありませんので、何らかの対価を要求してきます。基本料金を設定しているところが多いですが、中には、あなたの配偶者は浮気をしていないということがわかりました。これは証拠と言えるので、成功報酬をください、と言ってくることがあります。 しかし、よく調べてみると、配偶者は浮気をしていたというケースもあるので注意が必要です。話を受け流す探偵事務所というのは、いい加減な調査をすることが多いです。情報を詳しく仕入れていませんので、いい加減な調査をしあ挙く、こちらが思うような調査結果を得られないということがあります。自宅から遠い探偵事務所に依頼をすると、交通費や宿泊費などがかかります。 結果として調査費用が高額になってしまうということがあります。また土地勘がないので詳しい調査をしにくいというデメリットもあります。もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。